ミルクサッカーアカデミー井上真央でございます。どうもミルク佐藤です。やってまいりました、こちらです。ドン、マジョルカの台所事情シリーズでございます。よろしくお願いします。たけたけ来ましたね先生。そうなんでございます、はい、久保建英選手がね、担う連携の中心地と書かせていただきましたけど、はい、まあ、2年ぶりのラリーガを戦っていく久保建英選手の、はい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 、まあ、新所属というか再所属というか、うんうんうん、マジョルカでございます。これどうなんでしょう、どんぐらい変わったのかとかね、確か気になりますよね。同じ人がどのぐらい残っているのかとかね。また後でもただ言いますが、はい、タケびっくりしたんですけど、はい、とあるインタビューで語っていたのが、うん、実は全員知ってますって言ってたんですよ。でも、元マジョルカ、元バルサ下部組織、ビジャレアル、ヘタフェを総集合させるとこうなったっていう。いやそう考えると、なんか、タケのためのチームじゃんって、ほんと思っちゃって。なるほどね。いろいろ言ってるもんね、うん、言ってもタケもね、長いし。ねえ。ということで、どんなメンバーなのか、見ていきましょう、はい。分かりました。こちらでございます。はい。トン。どんでた、はい、はい、まずは表の見方からいろいろ見ていきたいと思います。はいはいはい、左の部分、ピンクの部分ですね、うん、こちらゴールキーパーとなっております。うん、そのまま、右側、スルンといきましょう、うん。青がセンターバック系。はい、水色がサイドバック系、オレンジが守備的なミッドフィルダー系、うん、黄色が攻撃的ミッドフィルダー系で、黄緑がウィンガー系、緑がセンターフォワード系となっております。はい、そして縦軸は年齢と生まれ年でございます。オリンピック刻みの4年ごとでございます。はい、上に行けば行くほどベテラン、下が新鮮素材となっておりますと、インアウトも下にありまして、上にはね、過去3年の成績、監督の名前が書いておりますよ、ということですね。そういうことでございます。ありがとうございます。これ分かりやすいんだよな。はい。ということで見ていきましょう。なかなか年齢でね、パッと見ることないからさ。そうなんですよね。あとなんとなくね、ただ日本人選手が所属してる場合だったらね、うん、あ、なるほど、この選手とこの選手大体同じ学年なのでとか見ると、はいはいはい、そうね、なんかね、試合内とかベンチでこうわちゃわちゃしてる姿とか、なんか楽しく見れますからね。はい、ということで見ていきましょう、はい。まず左側ゴールキーパーでございます。はい、まあここはもうもう大ベテランのレイナさん。レイナさんっていう名前。2年前にもね、一緒にやってますけども、うん、彼がまあずっとやってくれている感じでございますと。はい、であと今季ね、2人入ってきたってのはありますが、まあそれでも最年長レイナさんキャプテンとして健在だと思っていただければと。うんうん、そして、センターバックなんと4人しかいません。はい。なんかもう1人2人ぐらいいてもいいんじゃないかなって思いますけど。うん、そうですね。そうなんですよね。ここもですね、以前からいた、まあ、皆さんで今やってますが、主に一番その中でも役割与えられているというか、リーダー格は最年少のバルジェント選手かなというところがありますね。彼が結構タクトフルーとか、特にディフェンスの時に誰でこう、守るぞみたいなとか、なんか結構声出してる感じがイメージしてあるんですね。そして続いてサイドバックでございます。サイドバックに関しては、まあね、前回、マジョルカ在籍時に、タケに一番パスを出してくれてたのが、うん、サストレ君ってのがもともといたんですけど。あ、そうなのね。はい、うん。で、そのサストレ君が今、右サイドに控えになりまして、うん、この夏に加入しました、元遠藤航選手同僚の、パブロ・マフェオ選手が今、右サイドバックのスタメンに入っていたりしますと。そして逆サイドの方はオルバン選手。まあ、今季のマジョルカのね、最初の、ゴールを決めた選手にもなりますが、彼のちょっと特徴として面白いのが、左側のいわゆるシューティングガードみたいなところがあるんですよね。はい、まあすごいざっくり言ったら、お前本当に左サイドバックってぐらいに、ペナルティーエリアぐらいまで入ってくるって選手と思っていただければいいんじゃないかな。オルバンね。そうなんですよ。ただこれでもまあさ、皆さん見てほしいのが、オルバンちゃんと、その上がるタイミングがすっごいね、うん、可愛いんですよね。ちょっと待ってください。どういうことでしょう。はい、上がるタイミングが可愛い。いわゆる戦術理解度が高いんですけど、要はタケが真ん中に行く場合とかだったら、オルバンは来ないです。タケが右サイドのでちょっと溜め作ってる時とかで逆サイドのオルバンがギューンと上がってきてくれたりするので、結構連携性高いんじゃないか。可愛いが全く分かんないけど、まあいいか。秀逸ってことね。そういうことね。わかりました。はい。ちなみに今更ながら言いますが、今2試合終わった状態でこれ収録してるんですけど、はいはいはい、マジョルカなんと今、ラリーガで5位です。うん、すごいね。すごいんですよ。それすごいね。すごくない？ちなみに今。何試合？ 3 試合ぐらいですか今。2試合終わった段階で。そっかそっか。1勝1分けなんです。なるほど。そうなんですよ。いっちゃおうよ。で、1勝1分けってちなみに言うとバルセロナと同じ成績ですから。うん
まだ2試合だからそういうこともあるでしょ。まあね。でもほら、昇格組だからね、うん、なかなかやっぱり難しい戦い強いられるのかなと思ったんだけど、ね、結構いい成績残してるだね。続いて今度はボランチ見ていきましょう。ボランチと中盤かな。はいはい、まずセビージャおじさんがね、一番前にいますよ、うん、上か。そうなんですよね。うん、ただ、ね、2年前覚えてらっしゃる方はね、うん、あのセビージャおじさん、全く久保建英選手に最初パスを出さないことが有名でしたけど、うん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 、今はね、もうこのセビージャおじさんや、さっきのね、レイナさん、このベテラン2人が、よく帰ってきたなって。あ、って言ってんの？だけに。そうなのよ。まあでもそうだろうね。もう息子的な感じだろうね。うん、そうなんですよ、ね。なんかウェルカム感すごいもんね。スタジアムの歓声もね。そうなんですよ、ね。竹持っただけでわーってなるもん、なんかね。いや、いい環境だなってちょっと思っちゃうんですよね。ね、うん。で、このチーム他にも、あのね、イドリス・ババ選手とか、フェバス選手とか。あ、イドリス・ババ覚えてますよ。そうなんです、うんうん。で、このね、ババ、フェバスってのが、やっぱすごく竹にとってもすごく良くて、うん、ババはあの BB ってポジション書いてますけど、ボックス・トゥ・ボックス。あ、ババじゃなくてね。BB のババみたいになってるからさ。ボックス・トゥ・ボックスね。はいはいはい。そうなんですよ。うんうんうん、あの、彼はもう、今までだったら以前であればもう自陣で結構タックル決めるんだけど、そのおかげでファール食らうっていう選手だったんですが、それが2部経験してきたことによって上手くなっちゃってて、どこでもボール奪っちゃうまになってるのがすごいですよね。で、やっぱ竹信用してる感もすごくあって、結構ないわけだ、成長してきてるのね。そうなのよ、嬉しいよね。で、もう一人が PP とその上で書いてるフェバスさんなんですが、これ何かというと、あのプレス、あのプレスプレイヤーとして書いてみたんですね。はいはいはい、あの一応ボランチのプレイヤーなんですが、うん、あのともすれば最前線をやります彼は。要はその代わり、あのいわゆるレスター時代の岡崎さんみたいなことやるんですよ。最前線でギューッと走りまくって、でそれでボールをローズ相手ロストしたなっていうところに竹が走り込んで、フェバスから竹よろしくみたいな感じになる姿がすごく、なんかうるうるくるので、皆さんお楽しみにっていう感じです、ね。もう覚えたぞ、これ。オルバン、ババ、フェバスの3人のね、うん、プレイスタイル覚えましたよ、大体。ありがとうございます。うんうんうん、そして、トップ下黄色のとこ行こうと思うんですが、はい、ちょっと今ね、このもうすぐ移籍市場閉じそうだっていうところで、一、うんうん、つ噂が発生いたしておりますと。はい、久保選手の上のとこか見ていただきたいんですが、元ね、あの、タケットもやってましたけど、あの、バールさんの下部組織でね、イガンインがマジョルが来るんじゃないかっていう。バレンシアにいました？そうなんですよ。はあ、だちょっと、去年ぐらいからずっと結構仲違いの話とかがいろいろ出てまして、はあ、だちょっと、そろそろ、なんか場所変えた方がいいんじゃないみたいな話とかもいろいろ出てて、それがマジョルカになるんじゃないかと。もちろん、タケとは旧知の仲なわけで、ちょっと先輩なのかな？あの、一応、ごめんなさい、本当はね、タケと同い年なんですが、学年的にって言うと、1個上なのか、イガイン選手。ただ、2000年世代の早生まれなんですね、イガイン選手が。なんで、日本的に言うと、詳しいね。ありがとうございます。うんうんうん、でも、だから、先輩風吹かしてくんのかな？おー、タケ。おい、元気かでもさ、まずなんかすごいのがね、なんかいいまた竹のお友達来るじゃんって思って。そうだね。本当だね。連携抜群だよと思いながら。うんうん、見たいよ。ね、楽しみだなっていうところもあったりします。本当だね。うん。あと、ここから他の方々は結構、竹と一緒にね、前線をこう形成していくメンバーが多いんですが、まあね、2年前からいたね、ダニロド先輩とか、あとラゴジュニオール。ラゴジュニオール。はい。はい。あと、トライコフスキとか、いろいろいるんですけど、ちょっと注目株としては右ウィングですね。うん、ムボウラ選手。ムボウラ選手。そうなんですよね、はいはい。あの、開幕戦我々同時視聴なんてね、やってたりしますけども、はい、右ウィングでかなりね、ドス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 ドリブルでこう、一人ガーンとこう、ね、行ってたような選手だったりするんですよね。伊東純也多数、うん、堂安律みたいなプレイヤーなんで。ずる、ずる。もう、そんな人なんだね、ウボーラさんは。そうなんですよ。ただもう、どの選手が来たとしても、竹は、あ、こいつではこんな感じでパスするとか、あとはどうせこいつ行きたがりなんだから裏でサポートしときゃボールこぼれてくる可能性もあるなとか、うんうん、なんかすごいもう連携バッチリだったりするので、そのあたりもちょっと見ていただければな、なんて思います、ね。なるほどね。はいはい、はい。そしてフォワードにはね、ここすごい、すごいのが2年前一緒にやってたセンターフォワードプラッツと、うん、あと半年前ヘタフェで一緒にやってたアンヘルと、ああ、そっか。
1年前ビジャリアルで一緒にやってたニーニョがやってきたってので、すごいですね。すごいラッキーですよね。これ何ですか、久保のチームを作ってるみたいなもんですか、それともこんなよくあることなんですか、リーガでは。いや、こんなにぴったりハマることなかなかないんで。あ、これはだから本当にタクトを振れるんじゃないんですか、うん、このチームで。みんな本当にプレイスタイル分かってるっていうんですかね。いやー、こんだけ集まることないから。最若手にして王様のプレーが見たいね。そうなんですよね。ということで、大体フォーメーションこんな感じになりますよ。ということで、はい、新たなシトトンと。はい、フォーメーションこちら。はい、大体こんな感じです。キーパーレイナーさんで、右にね、うん、マーフィー、左にオルバンで、まあ、バルジェント、ロストのセンターバック、うん。で、ボランチはもう相手によって変えてるって感じになるので、まあ、ババとガラレッタ、もしくはとそこにフェバスとか入ってくるかなっていうところで。うんうん、で最後ね、15分とかでセビージャおじさんが入ってきて、トップ下にまあタケさんと、右にムボウラで、左にまあダニドとまたラゴジュニオールで、最前線にまあアンヘルだったりニーニョだったりあたりがいるよというところで、まあ攻撃の中心地はタケです。もう基本トップ下でいいんだこのチーム今年は。そうですね。ただタケ、うんうん、おかげでというか、もう日本代表とかでも、ね、東京オリンピックでもありましたけど、相馬選手のサポートに左に行ったりだとか、うん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 、あとね、相手との対応力でいろいろ見るやいないや、なんか堂安、久保、三好でね、ポジションそれぞれ変え合ってるので、ね、左にも右にも真ん中にもいろんなとこ顔出せるようになってて、うんそうですね、いずれでも、そう、僕に特にね、問題なくできるようになってるから、うん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 、まあ、あんまり気にしなくて、前線大体竹って思ってて。前線大体竹でね。なんかこう、サイドで待っててさ、こう、引き寄せてこう、勝負っていうのも面白いんだけど、やっぱりなんか、神出鬼没の竹の方が面白いね、見せてね。そうなんですよね。うんうんうん、で、結構ね、もう、他の先輩たちにも、怒ってるらしいので、竹は。やら、あら。なんで俺じゃねえんだよ、みたいな。ああ、そう。まあでもそのぐらいでいかないとね、もうね。なんかでも頼もしいなって感じがしますね。マジョルカ島にリゾートに来たわけじゃないですからね、日本代表は。そういうことですよ。ね、うん、今ちょっとスペインの記者みたいな感じで言ったんですけど。一回久保って言ったら二回目は日本代表って言うんだよね。ね、この日本代表は、ヒールパスを華麗に、ね、みたいなね。そうそうそう。うまいなぁ、ね。そうですか。よくわかりました。楽しみですね。はい。ということで、今日は、マールカシの井上マーさんと共にお送りさせていただきました。ありがとうございます。何ですか、なんておっしゃったスペインのマルカシにかけて、マールカシ。ありがとうございます。ありがとうございました。マジョルカ戦も楽しんでまいりましょう。また教えてください。はい。ありがとうございました。また来てくださいね。チャンネル登録、そして、グッドボタンで応援していただきたいと思います。それではまた、さよなら。なるか。次回です。